はいどうもパラピと申します。今回はシミュレーションするときに流体が持っている解析屋さん泣かせの厄介な性質っていうのが、いくつかあるんですけど、そのうちの一つを紹介したいと思います。普通の人は生きてる上で全然気にする必要ない話なんですけど、世の中には全力でこの性質と戦い続けてるような人もいるんですよね。そんな人もおるんやなみたいなことを知ってもらえたらと思います。はい、じゃあ見ていきましょう。今回やった問題がこれです。円柱回り流れ。こういう円柱があったとするじゃないですか。そこに風を当てたらどうなるかという問題ですね。そのまま両サイドに分かれていくんじゃないのと思うかもしれないんですけど、はい、その通りです。ただ細かく見ていくと意外と円柱の下流でそんな単純じゃない様子が観察できます。それでは早速シミュレーション結果をご覧ください。はい、ということでこんな感じの結果になりました。意外とごちゃごちゃしてると思いません？中央に直径2センチの円柱があって、そこに秒速10メートルの風が当たった時の様子です。で、奥側から手前に向かって風を入れてるんですけど、その奥の入り口付近のあたりちょっとモヤモヤしてますよね。で、これは人工的にちょっと乱れた風っていうのを入れてるからです。現実完全に一方向に吹く風なんてそうそうないので、擬似的に上下左右にランダムな乱れを仕込んでみました。で、乱れを含む一葉流は円柱に当たります。で、円柱の背後が上下にふわふわ揺れてますよね。で、円柱周りの流れの面白いところ、特徴的なところっていうのはここですね。定期的に揺れるような、要因がいけなさそうなのにこんな現象が発生するっていうところです。ちなみにこれカルマン渦っていう、渦が円柱の上下から交互に発生してるから生まれてるふわふわですね。これ実際においても現実でも発生してます。見えてないだけで。大きいスケールだと、これは直径2センチというすごい小さい話なんですけど、大きいスケールだと島に風が当たった時に雲がカルマン渦の形に現れるみたいな話も聞いたことはあります。これ見ると円柱の特徴的なカルマン渦を捉えられてるからいいんじゃないの？じゃあ流体の厄介な性質ってなんやねんと思いますよね。もう一回円柱回り流れ見てみましょう。で、今度は円柱の表面に注目してみてください。なんか挙動が不自然じゃないですかね。本当実際もそんな感じなの？ってかそもそもうまく表現できてない、再現できてないように見えますよね。で、実際もおそらくこんな流れではないです。円柱の表面部分についてはちゃんと再現できてない可能性が高いです、この解析ね。で、ここに流体の解析屋さんを泣かせる秘密があります。泣かせるって感動じゃないですけど、さあなんででしょうかね。で、これを知るためには固体の表面を流れる流体の挙動っていうのがどういうものなのかざっくり知っておく必要があります。ちょっと頑張って数式なしで説明してみます。こういう平板上を流れる流体を考えます。で、流体の速さを秒速1メートルとしましょう。で、平板から離れたところではもちろん1メートルで流れてます。ただ壁に近づいていくと流速はだんだん落ちてきて平板上で完全にゼロになるんですよね。これが実際の流れです。平板にくっついている流体っていうのは動かないんですよね。で、世の中に存在するどんな気体や液体にもこれは当てはまります。で、この速度が急激に変化している領域、一様な部分の秒速1メートルから急激に、減少していっている領域を流体力学の分野では境界層っていう名前をわざわざつけて、いろんな議論をするんですよ。で、壁から離れた領域と同じ流体なのにわざわざ名前つけているんですよね。
で、なんでかっていうと、この境界層内での流体の挙動って、まあ、いろんな流体現象を起こす上っていうか、流体現象に、まあ、重要な働きをするからです。境界層内のある流体に着目してみましょう。で、例えばこの流体が秒速 0.2 メートルで流れてるとするじゃないですか。すると隣の粒子はちょっと速いスピードで流れてるはずです。するとこの2つの間に摩擦力のような力が発生しそうじゃないですかね。つられて動きそうじゃないですか。まあ、こんな言い方するってことは発生するんですけど、これは流体自身が持つ粘性という、性質によって生まれる力です。なのでこの力を粘性力とか粘性摩擦力みたいな言い方をします。で、速度が異なる流体粒子の間に発生する力ですね。そうですね。例えばあなたが人でぎゅうぎゅうに詰められたような通路にいて歩いてる状況をちょっとイメージしてください。で、隣の人があなたよりちょっと早歩きしようとしてたら、なんだかその人に釣られて自分も動きそうじゃないですか。動くっていうか押されそうじゃないですか。まあ、そんなイメージですね。で、境界層内はさっきも言いましたけど、こんな風に速度が急激に変化する領域なんで、粘性力が働きまくってる領域であるとも言えます。で、平板にくっついてる流体が動かないのも、まあ、平板との粘性力のためです。まあ、本当に壁にくっついてるような感じですね。ただここで視聴者の方の中には、まあ、流体って小さい粒子に今着目して考えたけど、結局もっと突き詰めて見ていったら原子や分子の集まりでしょ。で、分子が全部壁にくっついて止まってる、ほんまどうなってんのって思う方もいらっしゃると思います。その通りで、実際には一つ一つの分子は全然止まってないです。説明しなかったですけど、今考えてるこの流体粒子は分子よりも十分大きいという仮定が入ってます。で、十分大きいので、まあ、この中に分子が、まあ、たくさん入っていて、で、その総合的な分子の状態は鳴らして考えても問題なくなるんですよ。中では分子はバンバン飛び交ってるんですけど、流体粒子全体のスケールで見たら止まってる、平均すると止まってるということです。で、この話はもう完全に流体力学から外の話になっちゃうんで、まあ、もし気になるっていう強い方がいらっしゃったら、連続体とかクヌーセンスっていう単語で、まあ、ネットでググってみてください。あとさらに話が脱線しますけど、もしそれで調べるって方がいらっしゃったらなんですけど、めっちゃ数学と物理使います。で、小中学校で数学とか科学とかやっても大人になったらあんまり使わへんよっていう話あったと思うんですけど、聞いたことあると思うんですけど、ぶっちゃけ私には全然実感ないんですよね。はい、ということで話戻しましょう。このように境界層では粘性力が絶えず働いていると。ここで発生した現象は流れに乗って下流に流れていきます。もし平板の流れをちゃんと再現したければ、境界層で起きている現象を再現できないといけないよねっていうことになりますね。じゃあ一体シミュレーションで細かい現象を再現したいとき、何に気をつけたらいいのかっていう話ですよね。まあ、言い方を変えれば、さっきの私が紹介したシミュレーションには何が足りなかったんでしょうか。で、流体をシミュレーションするときどんな風にやってるかっていうと、この、まあ、考えようとしてる空間をこんな風に分割して、一個一個の、まあ、この細かい部分を計算していくっていうイメージなんですよ。ちなみにこの分割する作業をメッシュを切るとかメッシュを作るっていう風に業界では言ってます。そしてまあ、この一つ一つの小さい領域をセルっていう風に呼びます。で、シミュレーション上ではこのセルの真ん中に一個一個点を配置して、
でその点の情報だけを使って、進めていきます。つまりそれ以外はパソコンの中ではコンピューターの中では考えないことにするんです。なんでかっていうとコンピューターはデジタルデータしか扱えないんで、仕方なくなんですよね。でもし限りなく細かいメッシュを切ってシミュレーションすれば実質全ての場所の情報を使うことになるんですけど、まあ、要は細かいシミュレーションができるっていうことになるんですけど、今度は点が多すぎてコンピューターが、うん、いつまでたっても計算できへんわみたいな風になっちゃうんですよね。まあ、先の円柱で言うと境界層の速度をきちんと再現できるだけの細かさのメッシュ、これを用意する必要がありそうですよね。もし荒々のメッシュだとコンピューターから見たらこんな速度分布になっちゃいます。形が全然違いますよね。これだと正直速度は再現できているとは言えませんよね。もちろん速度の差からシミュレーションされる粘性力もきちんと再現できません。逆にこれぐらい細かければまあなんとか再現できているかなっていうふうに言えそうですよね。じゃあさっきの円柱どんなメッシュでシミュレーションしてたかここで見てみましょう。まあ、こんな感じでアラアラですね。まあ、正直なんでアラアラかっていうとこの円柱周りを細かくするっていう手順がまだ私分かってないからっていうだけなんですけど、で実際多分この細かさだとまだ詳細な検証はしてないんですけど、まあ、円柱周り流れを再現できてるとは言えなさそうかなと思ってます。じゃあ必要な解像度のメッシュを用意すればいいじゃんってなりますよね。まあ、その通りです。でもどのぐらいのメッシュが必要かなんてどうやったらわかると思います？そもそもどんな流れかわからないからシミュレーションしようとしてるのにいいメッシュを用意するっていうのは難しいですよね。解析するとき実際には一応目安になるようなメッシュの決め方みたいなのはあるんで、それに従ったり、あらかじめどんな現象が起きそうか推測して決めたり、あとは力技ですけど何パターンも複数の細かさのメッシュを用意して何回もシミュレーションして、まあ、結果が変わらなくなる、要は必要な細かさが分かるまで調べまくるっていう方法もありますよね。まあ、これ時間的に許されるならの話なんですけどね。流体のシミュレーションって超時間かかるんで、これ直径2センチの円筒に秒速10センチメートルの風を当てるっていう、まあ、すごいちっちゃい領域での話なんですけど、これ50秒分のシミュレーションするのに3時間半かかってますからね。まあ、無駄に長くシミュレーションしちゃったっていうのもあるんですけど、私がもっと細かいメッシュを使うともっと時間かかります。だからいいメッシュを用意するのっていろんな意味でもやっぱり難しいんですよね。はい、ということでメッシュに気を配らないといけないのは流体の性質、粘性のせいで境界層をきちんと再現するのが難しいからというお話でした。今度はこの円柱流れもっと高度化していきたいなと思います。今回はここまで、ありがとうございました。バイバイ。